第六艦隊はアメリカ海軍の艦隊。2007年時点では約40隻の艦船を有し、主に地中海、大西洋の東半部を担当範囲としている。担当範囲第六艦隊の任務はアメリカ欧州軍の一部として地中海地域及び大西洋の東半分を警備し、必要な戦力を提供することにある。北、大西洋条約機構部隊としての任務も持つ。 1> 第1次バーバリ戦争以来、アメリカ海軍は19世紀初頭より地中海に艦船を派遣してきた実績があった。現在の第6艦隊につながる部隊は第二次世界大戦終了後の1946年にハリー・エストルーマンがソビエト連邦に対抗するために東地中海にミズーリを主力とする部隊を派遣したことが始まりである。これは 工場的な艦船派遣に発展し、地中海海軍部隊と命名され、ナポリを基地とした。初期の機関には、軽巡洋艦、デートンなどが当てられた。1950年に組織改編により、第六艦隊となっている。冷戦機は、地中海域が担当範囲であり、NATO の南側面の防衛任務を負っていた。また、関西機を用いて、国海方面から、 ソ連本土を攻撃する構想も有していた。冷戦終了後に大西洋の東半分も分担に組み入れられた。中東や北、アフリカ、バルカン半島において幾度も実戦に投入されている。1958年に発生したレバノン内戦時には海兵隊の支援を行っており、1984年にはニュージャージーがレバノン内戦に伴い40センチメートル手法の 艦方射撃を行っている。1986年にはリビア爆撃に加わっている。1999年のコソボ紛争にも参加している。2007年時点における機関はマウントホイットに海軍中将が指揮を取り、その下に約40隻の艦船、175機の航空機、約2万1000人の人員が置かれている。第6艦隊は、 複数のタスクフォースによって構成されている。なお、向上的な航空母艦の前方展開は行われていない。各、タスクフォースは60番台の番号が付与された CTF で呼ばれている。CT 界マイナス60主力戦闘戦隊であり、駆逐艦戦隊である。ガエータを母校とし、向上的に地中海に展開している。必要に応じて、 アメリカ合衆国本土から原子力空母が派遣され、その際は空母打撃軍として編成される、CT 界61療養作戦部隊であり、複数の教習揚陸艦で編成されている、CT 界62アメリカ海兵隊の1個、海兵隊遠征隊で編成されている、第2海兵遠征軍から派遣され、CT 界61に登場している。 CT 界 -63 平坦補給部隊、CT 界 -64 弾道ミサイル等再原子力潜水艦で編成された部隊であり、核抑止を目的とする、CT 界 -67 陸上基地の哨戒機部隊、CT 界 -68 警備部隊、陸上基地部隊の警備を担当する、CT 界 -66、69複数の、 攻撃型原子力潜水艦で編成されている。ありがとうございます。